にちは、福地の部屋へようこそ。今日は、アカシックレコードアブタガースしょにょにっていうのをやって、皆さんがライトランゲージを話して宇宙のガイドとつながって、でライトランゲージを話してそれを訳してっていうのとか、皆さんの母性に帰ってっていうのをやったんですけど、その中 あのワークシップの感想とかいうのを皆さんにお聞きしたいなと思っただよ。ということで、一番の方から。はい。では、お話ししたいだよ。私は結構ライトランゲージは話すことがもともとできたんですけれども、翻訳があまり得意でなくって、しっかり何を宇宙のこう情報メッセージっていうのをこう聞き取れて、それをこう出したいっていうのがあって、ここに習いに来ました。ですごくものすごく割と皆さんでそれをやることですごくうまく話せるようになりました。それでですね、私は夫婦で、縁結び宇宙シンクロ夫婦チャンネルっていうのを YouTube でやっております。で、夫とは何だろう、ツインの関係っていうのは自分で作り出すっていうことを2人で発信していて、引き寄せの法則のような形で私たちはツインという関係を引き寄せて現実に想像したんじゃないかっていうのを思っていて、そういうことを YouTube では発信して、夫婦の楽しんでる様子とかを出しています。でブログは、アメブロで奇跡の奇跡っていうのをこれ8年ぐらい書いていますので、そうですね、地球が平和になるにはやっぱりパートナーと仲良くできなくてはいろんなことが平和にならないと思っていますので、仲良くなる秘訣などをブログに書いたり YouTube で発信していますので、興味ある方はどうぞご覧ください。稲葉美希子でした。今日の枠の中での、まあいいや。はい、じゃあ2番の方どうぞ。はい、1番の席戻って、はい、2番の、マイコハンです。YouTube では最近解説したんですけれども、埼玉のマイコハンで、活動を始めました。ぜひチャンネル登録お願いします。普段はヨガインストラクターをしています。ヨガの方も、少し体を鍛えるようなエクササイズ的な方をメインにしてるんですけども、まあ、オンラインレッスンもしてるので、興味がある方はそちらもぜひチェックしてみてください。今日ライトランゲージは全く、話せない状態で参加しました。あ、そうなの？そうなんです。最初話してなかった？ちょっとね、練習のコツをレクチャーしてもらって、前回ね、捕まえちゃって、カフェでね、電磁をちょっと受けて、カフェですいません、なんかね、そこなら話せないんだけど興味があってってことを言ったら、もう優しくね、手を取り足を取り、教えていただいて、今日話せるようになりました。で、参加、すると、いろんな方たちのランゲージを耳にできるんですね。で、一人だとやっぱりちょっと不安です。だけどここに来ることでいろんな星の方の、ランゲージを聞くことができるので、すごいいろんな波長とも自分がなんか同調して、なんかどん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 エネルギーも上がっていくんだなっていうのがすごく分かったので、ここに来る意味っていうのはすごく大きいなと思います。ぜひこちらに足を運んで、そのエネルギーと、っていうのをね、キャッチしてもらいたいなと思います。ありがとうございます。シャンマンの方、はい、別にここの宣伝しなくていいんだよ。いや、そういうわけじゃないですけど、本当にそう思ったワークの中でも大変。どうぞ。はい、3番のゆりです。私は埼玉県の東武動物公園で、まさ、豊田紀子生態院と、また YouTube もちょっとまだこれからですけど、ヒーリングハウスコスモハーモニーで出ております。仕事としては、まあ、気候生態とか、あとは気候ヨガとか使った教室をやってるんですけれども、まあ、いろいろコロナの関係もありまして、前から好きだったヒーリング系をちょっと広めていこうかなと思いまして、こちらの、口先生のところにいろいろお世話になるようになりました。
今日も本当にとっても楽しいライドランゲージのセッションをやりまして、私もちょっと4年前ぐらい、もうちょっと前かな、あの東北震災があってからちょっと急にライドランゲージが出るような自分でびっくりしてたんですけど、最初は自分のことを癒すためにあの言ってたような言葉でずっとやってたんですけれども、訳すようにだったら絶対面白いなと思ってそれをずっと目指してきて、で最近ようやっとこの淵井先生のところとお世話になったりしながら、だんだん自分のこう、言いたいことっていうか降りてくることがあの分かるようになってきました。で今日もあの皆さんでやった、8人ぐらいでやったセッションでも、自分一人でブツブツ言ってたっていう感じより皆さんで一緒にやったことによって、ああ自分のやってることって、間違ってないなってことがよく分かりましたし、もっともっと自分を信頼してっていうのがすごく今日は面白いメッセージで入ってきました。だからなんか皆さんと一緒にやるっていう効果ってとても大きいということが今日すごく分かったんですね。でこれを見ている皆さんもやっぱりこうね、その発音してみたいな、または、もうできてる人もいるかもしれないけど、もっともっとなんていうのかな、外にこうね飛び出して、見ることで、自分の中にこもってるものがもっと開くと思うんですね。だから皆さんそういう機会をぜひ持ってみましょう。それでまた、お会いできたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、次の方どうぞ。はい、次の方どうぞ。4番の松近さよです。島根県から来ました。私はスピリチュアル的なことに興味が出たのは去年の4月からで、それまではあの科学的な根拠のあることしか信じないみたいなところで仕事もそういう方面ばっかりしてたんですけれども、急にそういう興味が湧いてからは、クチン先生とかいろんな方の動画 YouTube を見始めて、でその興味が抑えられなくなったので一回先生のところに通ってみたら、もう次から次にやりたいことが出てきて、今に至る感じです。今日は、アカシックレコードアドバンスその2の授業でライトランゲージを話すっていう内容だったんですけれども、今までやってきたの集大やってきたことの集大成みたいな内容で、私自身は全然ライトランゲージは他の人の YouTube の真似をしてパラパラパラと言ったりするぐらいはあったんですけど、ここに来て皆さんとこう皆さんが喋るのを聞いて、それですごい自分の気恥ずかしさが取れたり、こう出てくるものに身を委ねるみたいな感覚になったので、こういう他の人と会ってスターシードの人たちと会って刺激を受けながらその中でライトランゲージに身を委ねるというか自分の母性につながるみたいなことをするのはすごくあの思った以上に大きな影響があると思います。ライトランゲージとか敷居が高くて自分には無理って思ってる方って私もそうだったので多いと思うんですけれども、あのやってみると全然そんなことはなくて、むしろ本当にライトランゲージって敷居高いの？なんか特別な人しか言えない降りてくる何かかなと思っていました。そうだの私だけなのかななのでその、すごい遠い世界のことだと思っていました。でもやってみたら全然そんなことはないし、でもそれは一人でやるよりはあの他のスターシードの方からいろんなライトランゲージを聞きながらやった方が絶対あの効果もあるし、出てくるものも豊かになると思うので、あの講座に出る意味っていうのはそういうところにあるのかなと思いました。講座の宣伝は知ってくれなくて宣伝のつもりではないですけど私が来てよかったっていうことです。はい、以上です。じゃあオーラスはみんなでハードル上げる。はい、と5番のスピリチュアルヒーラーのエカです。YouTube をやっているので多分あの下に詳細に載せていただけると。エカちゃんです。違います。小十分の方ではありません。で、あの私はライトランゲージは出会ったのが去年の7月なんですね。で、あの去年の7月にライトランゲージを YouTube で他の人が話してるのを聞いて、で何日か続けて聞いてたんですけど、なんだこりゃみたいな気持ちで聞いてたんですけど、その時に3つ立て続けに結構大きな仕事の契約が決まって。でその時にやってたのって私ライトランゲージだなと思って、えライトランゲージすごくないって思ったところが、あのすごいライトランゲージを知って自分で使ってみたいなと思ったきっかけだったんですね。でそこからなんかペロペロって話してみたら結構すぐに出てきて、そのままなんか2時間ぐらいペロペロって話し続けたりしてたんですけど、そこであのそれを翻訳するっていう気持ちは全くなくて、これは
そして翻訳ができるとも思っていなくて、でただ喋って楽しければいいやみたいな思ってたんですけど、あの今回この講座を受けて自分がペロペロペロって喋ってたものの意味が日本語で分かるっていうのですごい楽しかったです。しかも本当にちゃんと分かる。あでもただあの日本語に翻訳したものは結構すぐ忘れちゃうので後でちゃんと録音しておかないとダメだなと思いました。そんな感じですごく楽しかったです。はい、はい、ありがとうございます。はい、そんな感じです。じゃあね、ポチッとな。最後までご視聴ありがとう。いいねボタンとチャンネル登録お願いね。それから SNS でシェア拡散大歓迎だよ。